アマゾン熱帯雨林、アマゾン熱帯雨林、アマゾン熱帯雨林とは南アメリカ大陸アマゾン川流域に大きく広がる世界最大面積を誇る熱帯雨林である。面積は約550万平方キロメートルとアマゾン盆地約700万平方キロメートルの大部分を占め地球上の熱帯雨林の半分に相当する。省略してアマゾンとも呼ばれる。 7カ国が含まれ、60%はブラジルにある。生物多様性に富み、ブラジル政府は、専門の研究機関である国立アマゾン研究所、インパを設置している。植物はエネルギーを得るために二酸化炭素を利用して、光合成を行い、炭素を固定するとともに酸素を放出しているが、アマゾンは二酸化炭素を吸収する量が多いため、地球の肺、地球の酸素の位置、 酸を供給すると思われている。しかしこれは間違いであり、実際にはアマゾンの熱帯雨林は極層状態にあり、酸素や二酸化炭素の消費と放出が均衡しているため、大気成分に影響を与えない。このアマゾン地球の排泄は、アマゾン研究の大一人者にインタビューを行ったジャーナリストの勝手な誤解が広まったと言われる。近年、 主に牛の放牧地を作るために急速に森林が焼き払われ破壊されている。アマゾン熱帯雨林はまっすぐに伸びた豊富な樹種が林立しているにもかかわらず、林床部が貧弱である特異な特色を持つ。哺乳類としてはオポッサム、ナマケモノ、アルマジロ、ホエザル、クモザル、マーモセット、タマリン、カピバラ、パカ、アグーチ、木登りネズミ、金花獣、オリンゴウ、チスイコウモリ、 白コウモリ、マナティカワイルカ、ジャガー、オセロット、バク、ペッカリー、マザマジカなど変化に富んだ多数の種類が生息している。ただし、他地域に比べると大型哺乳類の種類も個体数も少ないという特色がある。鳥類は、さらに多く、オウム、ハチドリ、オオハシ、ホウカンチョウなどを代表とした鮮やかな色彩の羽毛を持つ種が多数見られる。爬虫類は、 カイマンやアナコンダが一般に知られているが、個体数としてはカワガメが最も多い。魚類はピラニア、デンキウナギ、ピラルクなどがよく知られているほか、500種を超えるナマズメが生息している。昆虫は現在でも新種が次々と発見される状況にあるほど豊富である。熱帯雨林は1967年頃に比べて20%消失した。 2006年の国際連合食料農業機関の報告では伐採された森林の70%が放牧地へと転換されている。また中国での中流階級の台頭とヨーロッパで発生した恐竜病への対策として畜産飼料が豆餌に切り替えられたことによる需要の増大によって大豆畑も増加している。このため2006年には 環境保護団体のグリーンピースとマクドナルドなどの食品業者がカーギル社などの穀物の使用取引会社に対しアマゾンの転換畑で生産された大豆を2年間買わないようにとの交渉を行い合意された。世界自然保護基金は2030年までに最大でアマゾン熱帯雨林の60%が破壊され、 この影響で二酸化炭素の排出量が555億トンから969億トンに増える可能性があることを報告した。1996年に1992年時と比較して森林伐採が34%増加していることが報告された。2000年から2005年にかけての5年間でそれまでの5年間と比較して18%以上伐採量が増えた。 ブラジルでは、インスティートートナスヨナルデペスキーゼスエスプイシースによって伐採が調査された。伐採された土地は寒気に撮影されたランドサットの100から200枚の画像から調べられた。自然の平原やサバンナは、雨季の森の損失には含まれない。インペによると、もともとブラジルにおけるアマゾンの熱帯雨林は410万。 キロ平方メートルだったが2005年には340万3000キロ平方メートルまで減少した。17.1%が失われた。最終表記最寒冷期以降の2万1000年間の気候変動による証拠がある。LGM では現在よりも降雨量が少なかったことがわかっている。それにより森林も少なかった。このことには議論の余地がある。 高雨量の減少は少なかった森と草原に分かれていたと主張している科学者も存在する。他の科学者はもっと北寄りにあり、今日のように南と東には広がっていなかったと主張する。この議論に決着をつけることは困難である。2010年2月3日、イギリスリーズ大学、シェフィールド大学、ブラジル国立アマゾン環境研究所は共同研究を通じて、 ブラジル一帯に及んだ干ばつがアマゾン一帯の熱帯雨林を二酸化炭素排出源に得ている可能性に言及した。これは2005年に発生した100年に一度とされた干ばつの結果、約190万平方キロメートルの森林がダメージを受け、膨大な量の古シギガ二酸化炭素の吸収量を相殺してしまう量を出するという内容である。 干ばつは2010年にも2005年を上回る規模で発生しており、今後の気候変動により干ばつが増加すれば、さらなる影響が生じることを示唆している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。